絶望プリズン。あんたはうちのクラスの九条慎之助。あ、これってあれか、スタート画面におったオレンジ色のリーゼントかだったわ。何を、なんだお前、どうしたん、なんでこんな虎の被り物かぶっとんお前。え、かぶらん方がかっこいいのにな。海進学園では超有名なヤンキー、喧嘩では誰にも負けたことがないらしい。かなり危ない噂も聞くが、それが真実なのかは不明だ。うん、お前、やめて、殴らないで。お前は違う。え、俺の狙いとは違う。ぐるるるる。え、バイクもそんなトラ柄にしてんの。え、どうしたの。ラムちゃんちょっと気に入ってる感じ。うるせえ奴ら見てラムちゃんに気に入っちゃった感じね。すると、その男はバイクにまたがり、どっかに走り去っていった。え、そんなデザインのバイクどこで買ったんだ。あー、まあ、ありそわそわしないで、と。あ、あいつは、九条慎之助。え、慎之助って、まさか彼ですか。ワン、ツー、スリー、フォー、チャカ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 。絶対違うわ。ワン、ツー、スリー、フォー、チク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 。みんな、知ってるの？私たちのクラスメートだよ。まあ、ほとんど学校には来てないけどな。彼は、うちの学校では超有名なヤンキーでして、いろんな暴力沙汰の噂が絶えない人なんです。わ、私もなんか怖い噂聞いたことがある。喧嘩で負けたことがないとか、暴走族の族長をしていたとか。これは予想外の展開だな。とりあえずマジさんを回収に行きましょうか。そうだね。普通に人間だったという。いや、かぶりネック狼のかぶり物をしていただけって言えす。普通に狼には見えんかった。逆にどっからグルルルって音が聞こえてきたのか。うわあ、怖かったよ。死ぬかと思ったよ。大変だったね。よしよし。わあ、ルイちゃんによしよししてもらえるんだったら俺がおとり役になればよかったのよね。ああ、怖い思いをさせてしまいましたね、マチさん。しかしその甲斐あってドッペルゲンガーの正体は明らかになりました。今回のドッペルゲンガーは慎之助くんで確定ですね。あれドッペルゲンガーだったん。でもあれドッペルゲンガーだったかな。なんかあっさり分かっちまったな。噂になっていたヤンキーを襲う獣というのはトラ柄の特攻服を着てトラ柄のバイクに乗っていた慎之助くんのことだったのですね。わ、絶対暴走族の名前トラブリューとかそんな感じだろお前。トラブリュー。絶対暴走族のチーム名トラブリューとかそんな感じだろお前。何よ、なんか阪神タイガースのファンなのか、阪神タイガースを推してるのか。現場に落ちていた牙もおそらくバイクの装飾だったんでしょう。なるほどな。ああ、だけど、慎之助がヤンキーを襲う動機はわけわかんねえな。ごめんなさい、言いながらや。しかもなんか、自己評価めっちゃ低かったもんな。なんか、あ、わけありやな。そうだね。なんか、泣きながら、ごめんなさいって謝ってたよね。うん。それにヤンキーを気絶した後、私には手を出さなかったし。じゃあ、彼は、闇雲に人を襲っているわけではなくてヤンキーだけに狙いを定めてるんだね。ますます狙いが不明ですね。ヤンキーだけね。じゃあ今回は
しんのすけのドッペルゲンガーが、ごめんなさいと泣きながらヤンキーを襲う動機を調べるってことか。そういうことですね。じゃあ早速調査を始めようか。え、ドッペルゲンガー最初に分かっとるパターンかこれ。そんな感じのパターンあるの？別にドッペルゲンガーとしてやっとるわけじゃなくてみたいな感じじゃないんかな。そっちの線の方が強そうな気がするんやけど、どうなんだろう。先生、何か知りませんか？先生、ん、先生、まだ学校に残ってるみたいだ。何をしてるんだろう。ああ、全然仕事終わんねえ。あれもこれも残ってるし、めんどくせえな。もういっそ黒学校に火つけてしまおうかな。ダメだ先生。ブツブツ。先生は仕事に対して愚痴を言ってるみたいだ。仕事って大変なんだな。大変なんだよ仕事って。やりたくないことをやって、それでもお金を稼ぐために生きていかないといけない。不条理ですよね。この子前にもおったな。あー、俺この優勝と部屋好きなんだよな。あー、ボーイッシュ。なんか俺そういうショートヘアのボイスしな子って好きなんだよな。なんだろうな。さて片付け頑張るぞ。今日はあいつに会う約束もしてるし急がないと。あれは運動部の人かな。あ、運動部ね。なんか急いでるみたいだし話しかけないでおこう。あ、そうか、運動部がそうそう大会近いとか言いよったもんな。頑張ってるんだな。何の部活やってるんだろう。え、この服装でやる部活ってなんだ。チアリーダーか。チアリーダー、帽子かぶってるな。え、女子野球部かな。まあいいや。これなんだろう、ポスター。ゴシップニュースってこんなところあったっけ。こんなところにゴシップニュースとかあったっけ。へー、まあ話は関係ないんやけど。よっしゃ、別のところ行こう。あ、君、ごめん、名前忘れた。君の名前忘れた。なんで名前だったっけ。キヨコさん。あんまメインキャラクターとして出てきてなかったもんな。あら、のびゆきくん。どうしてこんな時間まで残ってるの。勉強に集中していたら、こんな時間になってしまったの。だから、迎えの者を呼んでいるところですわ。ああ、お嬢様なんじゃ。お金持ちの。そういう、リムジンで迎えに来させるようなレベルの人なんじゃ。向かいの者？私、峠校は車なの。専属の運転手がいるのよ。ああ、へえ、京子さんってお金持ちなんだね。それでさ、運転してきて、運転席に座っとる人がさ、執事とかじゃなくてさ、遠行相手とかだったら、ええってなるからね。あやいがさ、あ、これは前にも見たな。うん、ここでもない。うん、おっと、ここか。あ、4人組が集まってる。その後の4人組みたいな感じが見えるんか。アイスさんだ。こんな夜遅くまで遊んでいるのか。新作のコスメも買えたし、お気に入りのショップを回れたから結構満足かな。あ、でもせっかく原宿来たんだし、なんか食べて買いたい気も。うん。で、こっちがウサギちゃん。ウサギちゃんは？ウサギちゃんは？ウサギちゃんにも話しかけれなかったんだ、これ。あ、来た来た。あ、話しかけるんじゃ。あ、あ、どんな声でやるんだよ。あれれ、ウカダムの転校生じゃん。確か名前は。のぶゆきだけど。そうそう、のぶゆきだ、のぶゆき。興味ないから忘れてたわ。キハハハハハハハ。絶対こいつ頭の中ではモブユキだって。ノブユキじゃなくてモブユキだと思ってるためじゃ。ノブユキではなくてモブユキだと思ってるパターンだ。興味ないって。まあいいけど、お前なんか俺だって興味ないからな。お前、あのさ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、この辺りでしんのすけくんを見てない？しんのすけ、
ああ、あのヤンキーくんか。見てないよ。そっか、ありがとう。割と仲良く並んどるような感じに見えるんよな。他の二人はおった。ああ、この二人の組み合わせか。あれはアンさんとミカコさんだ。こんな夜はすぐもういい。君はオカルト部の？いやあ、そうだ、二人にしんのすけくんを見ていないか聞いてみよう。ねえ、ちょっと聞きたいんだけど、この辺りでしんのすけくん見なかった？しんのすけくんってあのヤンキーの？見てないけど。そっか、ありがとう。なんかさ、二チームに分かれてるね。なんかよくわからんけど、別に仲が悪くなったとか良くなったとかいう、そういう感じのでとくてよくわからん。よくわからん感じになる。ここやな。あ、また町に来た感じ。めっちゃリーゼント押してるな、これ。ヤンキーの特攻服専門店みたいなのがあるんやけど。特攻服専門店、そんなあるの？本当に池袋って。今回のドッペルゲンガーは九条しんのすけくんで確定ですね。うん、あとは動機が分かればいいんだけど、とにかく彼について調べてみましょう。そうだね。しんのすけくんがドッペルゲンガーなんだよね。しんのすけくんとはあまり話したことはないけど、正直ちょっと調べるの怖いかも。怖い？ヤンキーだから？うん、結構喧嘩っ早い性格って聞くし、変な態度取ったら殴られそうっていうか。それは気をつけた方がいいかもね。っていうかさ、ルイちゃんが襲われそうになったら俺がルイちゃんに手を出すなーって、ね、間に入って戦ってあげるからね。ちなみに俺そんな喧嘩強くないからね。メイド喫茶がここにあって、やっぱり犯人は化け物ではなかったんだな。そうだね。でもまさかしんのすけがドッペルゲンガーだったなんて。それにあいつが泣いてるところが初めて見たしな。一体あいつの動機は何なんだ？動機ね。あー、怖かった。ごめんね。人参あげるから許して。人参って、私はウサギか。あ、ウサギだったわ今。いやいいけどさ、でももうあんな踊りみたいなことはごめんだな。でもルイちゃんのことを踊りにしたくないしさ、君には今後ともども踊りになってもらうと思うけどな。さて、建物に入るんかな。だとしたらバーとかあるからね。これアブのバーだからね。バイト募集。そうだな。別になんか話聞けるわけでもなく、こっちか。ライブハウスは関係ない。え、なんだ、特攻服専門店になんか入っていたらなんか聞けるかな。みんなの話しかけたし、適当にクリックして、クリッククリッククリッカーが、けーなんもないわ。ここじゃなかったんか。ちょっとヒント見てみようか。どこ行けばいいかちょっとわからん。しんのすけくんを追いかけよう。しんのすけくんを追いかけよう。だってどこにおった？しんのすけ、しんのすけ、これもうダメ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 。あ、え、あーダメだな。何で移動していた？バイクだな。バイク、バイク、あ、これ、あ、これよう見たらトラガラなんか。わかりにくいよ、わかりにくいよ。あ、なるほど、ここだって。ここね、しんのすけが乗っていたバイクと同じじゃん。私近くで見たから間違いないよ。じゃあこの近くにしんのすけくんがいるってことかな。なるほど、そういうことだったんじゃ。たくさんバイクが置かれてますね。この近くに何かお店でもあるんでしょうか。え、もしかしたらしんのすけくんが率いるトラブリューの集会があるんかな。トラブリュー、
このバイクかっけー、ちょっと触ってみようかな。やめよ、それさ、触った瞬間にドタバ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 タって倒れ、ドミノみたいに倒れてさ、なんでお前らみたいな感じで出てくるやつやぞ、もうやめといた方がいい。いや、やっぱやめとこう。それがいいよ、それがいいよ、うん、それがいい。誰これ、誰、あ、これよう見たらしんどすけじゃねえ。なんか銅像っぽい光り方しとったが、えらい金ピカの銅像みたいな。この竜が派手すぎて、多分そういう銅像があってもおかしくないなって思ってしまっとったわ、お前。これ人だったわ。てか、しんのすけだったわ。またお前それ被ってんのか。なんなお前、その虎推しなんな、お前。虎年なんかな。あれは、しんのすけだな。なんか店に入っていったぞ。追いかける？でも、なんかお店の入り口に怖そうな人が立ってるよ。私たちが行っても入れてもらえるかな？確かに。まあ、しんのすけも入れたんだし、とりあえず行ってみようぜ。すいません、おいらも店に入れてもらってもいいですか？え？なんでお前ら。シワで寄ってる。シルエットなのにちゃんとシワつけてくれてるからな、これ。ここはお前らみたいないい子ちゃんが来るような場所じゃねえんだよ。とっとと帰りやがれ。ひぃー、ねえ、なんかやばくない？大丈夫です。僕に任せてください。シロどうした？僕たちがいい子に見えますけ？こう見えてもヤンキーなんですよ。いや、お前ヤンキーっていうかどっちかだよ、ラッパーだからな、お前見た目。はっ、おいガキ、からかうんじゃねえぞ。え、なんだかますますヤバい空気が流れてきまして。とにかく逃げよう。すみませんでした。え、全然ダメだったじゃん、シロ。はいはい、作戦失敗でした。え、作戦って言うほどのことやってないような気がする。門前払い食らった。普通に話しかけて、普通に門前払い食らっただけな気がする。入れてもらえなかったね。私たちじゃ場違いだったみたい。待てよ、これ特攻服専門店隣にあったよな。え、隣だったか知らんけど、特攻服専門店あったよな。そこでちょっと特攻服人数分用意してくればいいんじゃないの。ああ、でも、しんのすけくんに話を聞くためには、あの店に入らないと。そうですね。どうやって店に入りましょうか。特攻服専門店よ。特攻服専門店。あ、ちょっと待って、気になる？理事長が町まで来てるわ。こんな夜の町まで理事長来てるの気になるわ、お前。理事長どこおるん？理事長バーに来てる。理事長バーに来とるよ。ちょっとアブさんのバーに来とるよ。理事長、理事長、こんなとこ来るんすん、理事長。あれって理事長先生、理事長がどうしてバーにいるんだ。あら、おかえり。ん、君は、どうして理事長先生がここに。ああ、トールちゃんは昔からの常連さんなのよ。トールちゃん。よくお前こんないかつい人にちゃん付けで呼べるよね。おいアブ、その呼び方はやめろと言ってるだろ。もういいんじゃない、幼馴染なんだし。幼馴染、幼馴染だもね。今女の子としてやってるかもしれんけどさ、昔幼馴染だった頃は男だったんだろ、お前。だからといって生徒の前で恥をかかすんじゃない。うふふ、相変わらずテリアなのに。理事長とアブさんは幼馴染だったのか、初めて知ったなあ君。はい。ここで見たことは学園の生徒には黙っておくように。いいな。わかりました。3万で手を打ちます。すげえもの見ちまったぞ。あー、これは何か弱みに来た気がするなー。
そんなことをしてる場合じゃないんだよ。そうだよ、特攻服専門店よ。ここここ、服屋さん。わあ、すごい服。ザ・ヤンキーって感じのファッションだね。ヤンキーのファッションか。そうだ、俺たちもしんのすけみたいな格好をすれば店に入れてもらえるんじゃないか。え、さっき店に入ろうとした時、いい子ちゃんが来るような場所じゃないって言われたんだ。ってことは、俺らがいい子ちゃんに見なければいいじゃないか。それってヤンキーになりきるってこと？そういうこと。さすがに無理じゃね。僕はキスケ君の意見賛成ですよ。何より面白そうですし。面白そうで首突っ込んだ。そんな好奇心で首突っ込みまくよったら、お前シロ、自分の身が持たんぞ。いつか破滅を呼ぶぞシロ。そうは言ってもね、またヤンキーに絡まれてひどい怖い目には会いたくないし。だったらさ、みんなで行くんじゃなくて少数で行くのはどうかな。え、ほら、私たちさっき追い返されたばっかだし、全員で行ったらさすがに怪しまれるんじゃない。それもそうですね。うん、だいたいルイちゃんやマチちゃんみたいな子をあんなところに吸い込みたくないわな。ですが、一体誰が行きますか。私行ってみようかな。なんで君が行くんだ。お前一番行っちゃダメそうだやつだもん。ええ、ルイちゃん大丈夫。うん、まっちゃんはウサギの格好をして頑張ってくれたし、次は私が頑張る番かなって。頑張るところは違うと思うよ。適材適所ってことは知ってる。ルイちゃん無理しないでね。大丈夫、みんなの役に立ちたいから。いや、だからといってさ。頑張るところが違う気がする。じゃあ、おいとルイちゃんの二人が変装していこうぜ。うん、いや、お前ちょっと、おいキスケ、お前もうルイちゃんと二人気になるからって、お前立候補してんじゃねえよ。お前さらっと立候補してんじゃねえぞ、お前。それでは、ここは二人に任せましょう。俺はパパッと変装してくるな。行ってきます。どんな感じになるんだろう。それからしばらくして、わあ、やっぱお前似合っとるわ。お前は似合うだろうなってちょっと思っとったけど、すげえ似合ってるな。どうだ。あわあ、これはこれで可愛い。その照れとるところが逆に可愛い。あるよね、なんかヤンキー、主人公はヤンキーの女の子で、けど、恋をしてしまって女の子になっちゃうみたいな、そういう漫画たまにあるよね。そんな感じ。そんな感じのものを見せられてるわ、俺。うわ、いいもの見たわ。ちょっとヤンキーっぽく慣れてる。結構いいな。このギャップはたまらんですな。うん、いいんじゃないですか。うん。ちゃんと変装できてると思うよ。キスケはマジのヤンキーにしか見えないな。それはむしろいいことだろう。よし、これで店に突撃するぞ。なんかさ、ルイちゃんに関してはさ、なんかフリップ持って、市内持ってさ、はい、注目とか言うてさ、関東のスキバン連合緊急集会を行うとかやりそうな気がする。それでほんま可愛いな、君。ほんまにさ、中が男って、まあ、なかなかわからんもんやなってレベル。そうやな、喋り方がちょっと乙女になってしまっとる。かわいい、かわいい。そこがまた味が出ておる。そうだね、慣れてないだろうね。よっしゃ、じゃあ行ってみましょう。どこだったっけ。ここよし、行ってくる。が、頑張ってね。健闘を祈ります。ルイちゃん、ファイトー。任せて。ルイちゃん、ちょっと雰囲気もヤンキーっぽくね。雰囲気？わかった。
大丈夫かな。おい、あ、なんだお前ら。うちらこの店に入りてんだけど。お前ら見ない顔だな。そんなこと別にお前らは関係ねえだろ。早く中に入れろよ。ケスケ君、そんなこと言ったら怒っちゃうよ。大丈夫だよ、これぐらい言った方がいいんだって。ずいぶん生意気なやつじゃねえか。ふん、まあいいだろう、入れてやるよ。あ、ありがとうございます。バカルイちゃん。え、あ、ありがとうございますぜ。やばいルイちゃんのいいとこ育ちが出てしまった気が。あ、お前ら見て、よく見てた、さっきのやつらじゃねえか。くそ、バレちまったか。ごめんなさい。お前ら、いい加減しつこいぞ。すいません。実は私たち聞きたいことがあって。さっきこの店にしんのすけくんが入っていきましたよね。ああ、あいつは最近よく来るね。彼は一体何をしてるんですか？なんでしんのすけくんのことがそんなに気になるんだ？私たち彼の友達で、最近ずっと学校に来てないから心配なんです。ふん、詳しい事情は知らねえが、あいつこの辺りのヤンキーの情報を集めているみたいだぜ。どうやら誰かを探しているようだったが。誰かを探してる？それでごめんなさいごめんなさいって言おったら、なんかその誰かに対して良くないことをやってしまったから、その償いのために何か人を襲ってるような、ヤンキーを襲ってるようなところがあるんだろうか。誰かを探している？それってもしかしてしんのすけくんがヤンキーを襲っている理由と関係があるんじゃ。ああ、多分な。その誰かって一体？そんなの知るかよ、あいつに聞けばいいだろ。じゃあ俺たちを店に入れてしんのすけに会わせてくれよ。へえ、何言ってんだ。あいつはもう裏口からどっかに行っちまったぞ。え、そんな。マジかよ。しんのすけがどこに向かったか知ってるっすか。そういえば公園で待ち合わせがあるって言ってたな。公園？ほら教えてやったぞ。もういいだろ、さっさと行け。おじさん、いろいろ教えてくださってありがとうございます。ああ、公園か。急いで行ってみよう。多分今のおじさんルイちゃんに恋しました。